いやーね、過去の仲間たちが集まるっていうのはね、熱い戦いだよ。というわけで、買いに来た。7万あるな。ミニアさんのタロット買えるだろう。つうか、自分の装備をまだ買ってねえんだよ。なんか弱えなって思ってたんだよ。ありがとな。星屑の双剣。別にミニアさん基本回復役だから武器後回しでもいいかなっていう。また来てくれよな。なんか弱えなって思ってたんだよ。やっぱ弱かった。そしてスキル、オルデンデさんは30だからあと1上がったらいけるな。そしてミニアはレホマラー強化。あとは瀕死時魔力回復だな。次はテゾール。パラメータの底上げしとこう。3ポイントのやつは全部。7ポイントは高い。一応イオナズン使うからね。私の特技はイオナズンです。もうあとはとこだな。普通に攻撃力かな。で、6ポイント、5ポイント。必要ポイント5。力プラス5。さっきいっぱい倒したよ。どうだい？ハグメタ5匹倒せだったの。今見たらメリ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 いくよ。お疲れ様です。ご分を。ごきげんよう。装備はなかったかな。またいらしてね。で、あと熟練度チェック。さあどうだ。よし。お、あるある。これよ。両手剣装備時強さプラス10。グランドネビュラ、新しい技じゃん。やった、効果時間長くなる。鉄鉱山等のカード。タロット装備時魔力、どんどん魔力も上がる。行くがよい。スキル見直し。悪魔のカード、守備力を下げる。これもいいや。幻惑状態、毒状態。毒ってどれぐらいいくんだろうね。基本ベホマラーしかしないからいいんだけど。グランドネビラ消費29。コーラルレインのところに入れよう。光の衝撃波、消費量が多すぎてハイテンションの時ぐらいしか使えそうにないけど。よし、 OK、 準備もできた。ここからは戻れない的なことを言っていたけど、実際はどうなるのかな。ようこそ。準備完了。ルーラ、次のバトル開始。ここから先はものすごく強い闇の力が働いている。何？モンスターコインケース。調子がおかしい。
いつでも戦える体制で進んだ方がいいね。覚悟はいいかい。お前たち予言の双子の覚悟ができているならもはや恐れることは何もないぜ。突き進むぜ。魔王サラームのもとへ。思いは一つ。マップも見れない。モンスターコインも使えない。そうそう、あんたたち予言の双子はザラームを倒した後何をしたいんだい？いや、学校に帰るんだよ。そうね、世界が平和に戻ったら私もオレンカに留学しようかな。俺は士官学校を首席で卒業する。で、立派な騎士になるんだ。あんたたちならそう言うと思ったよ。そう言うと思ったよ。会話ちょっと待つか。行こう。その平和な日常を取り戻しにさ。よし。たどり着いた。マップもない。あれ？右側に扉が見える。閉じ込められた。まあよくある話。とりあえず雑魚戦。魔物の群れが現れた。うん、この世界に迷い込んでしまった時はさすがの私も焦りましたが、急に思い出モード入ってるね。あなた方との出会いというかけがえのない宝物を見つけることができました。終わりが近づいてる感すっごいする。俺たちだって冒険好きの。ここであえて初めのモンスターたち出すことで討伐数を稼がしてくれてるような空気すらある。嬉しいことを言ってくれますな。さあ、冒険の山場はここからですぞ。アグマの騎士。よし、行くよ。走ってるね。よし。アグマお前だ。ただドロップがないのが寂しい。まずは悪魔の騎士さん。さようなら。で、今のがトルネコだろ。お、ボスラッシュ。いた、1じゃん。ダメージ1なんだけど。ヘビーブースト状態の。魔人斬り強いっすよ。私の敵じゃなかったね。過去のボスラッシュ的な感じのことを一部屋一部屋やらされるのが今しかして、かなりの連戦がじゃあ待ってると。まさかお前みんな語り出しちゃったね。魔王と戦う日が来るとはな。それはこっちのセリフだよ。未来がどうなるかなんて分かんないもんだよな。でもこの先の未来、平和な世界の未来を私たち切り開かなくちゃいけないのよね。必ず切り開けるさ、俺たちならな。下切れで2つ目で、次マリベルとガボ。次のボスってジャック将軍じゃなかったっけ。あんたたちも大変。おりゃですよね。これ全部やるわけか。まあな、正直まだ腑に落ちてないところもあるんだけどさ。でも敵が強くないからね。本当演出だけの戦いって感じだな。この世界のみんなを助けられるなら予言の双子っていうのも悪くないなって。マリコスがいいんじゃないかな。乗りかかった船だし、はい、最後まで付き合ってあげるわよ。魔力が暴走を踊ってしまった。敵多い。強くないけど数が多い。
ライデン。ガッテンホミロン。ゴロツキたちが現れた。ある意味すごい、こんなところに現れるゴロツキ。言うほど広くないんじゃないかね。よし、行くよ。正面からハリケーン。ハリケーンは結構アイテムのドロップもあってよかったと思います。ミネアさんが勝手に倒してくれた。トロル、ジャック将軍じゃなくて普通のトロルかな。ヘルメットない、普通のトロル。何がおかしいんだ。失敗してる。マジンギリ。マジンギリ。2回でもマジンギリになるのがいい。素晴らしい。一丁上がりっと。かなり遠いところから聞こえた。これ全員分やるのかな。全員分やってラスボスかな。あの森で出会った。次はハッサンとテリー。なかなかの連中だと思ってはいたがよ、まさかおめえたちが偉い王様の末裔だったとはな。ハッサンだけ一般人だもんね。実を言うと未だにいまいち実感が湧かないんだけどな。私も。でもそれが本当なら私たちザラームには絶対に負けられないわね。負けられないんだよ。当然だ。この俺が力を貸してやるんだからな。やつがバカにしている人間の力がどれほどのものか見せつけてやろうぜ。ぴったりすぎる。普通に走って、セリフ終わると同時に到着。まるで測ったかのような尺。武者のカード。これまでじゃ桁違いに厳しいものになるでしょう。ただでさえ新規の雰囲気なのに暗くなるようなこと言わないでよ。大丈夫。どんなに厳しくなって私たち絶対に諦めない。私たちは絶対に諦めない。最後にありがとう。俺たちの戦いにこの世界のみんなの未来がかかってるんだからな。ムランネピラ使ってみよう。あ、飛んだ。大切な未来を強いね。消費が激しい。かっこいいこと言うじゃない。私もやる気が出てきちゃったわ。ランプの魔人たち。ああ微妙に劣化王様たちだ。ブランドネフだ。まあ所詮ザコラッシュですよ。ダイヤモンドダスト。打撃の。セランプの魔人。ダラルはランプの魔王だぜ。これに比べてこのふんわり攻撃。バキ。切り裂け。ナイスベホマラ。回復量がだいぶ増えたな。140。ダイヤモンドダスト。フィニッシュ。よし、行くよ。行きます。俺の勝ちだ。さあ走ろう。そうか。予言の双子。走れないんだ。やれやれ。ククールゼシカ。こんな厄介ごとに巻き込んでくれたもんだぜ。ごめんなさいククール。
みんなを最短距離を走って危険な戦いに巻き込むことになって。いいのいいの、私たちはみんな自分の意思で協力してるんだから。ククールだってまんざらでもないはずよ。ちょっとひねくれてるだけなの。ちょっとひねくれてるだけの。そっか、ありがとうククール。男に褒められたって嬉しくねえぞ。うるせえな、勝手に言ってろ。ちょっと早かった。センサー任せろ。もう溜まってる。オルネでも溜まってる。行きます。行くぞ。テザール溜めちゃうか。雪山の敵じゃね？次。うお。とうとう最後の決戦ね。二人とも心の準備はできてる？ええ。準備はいいか、お前たち。全然不安じゃないわ。撃てなかった。結構隙間切れじゃねえか。これいつもの溶岩山を食らえ。みんなと一緒なら絶対に負けないって。これこれ。おたけびで止められるのイラッとする。お二人の信頼に応えられるよ。このクリフトも全力を尽くします。ベロリンマン、雪山だ雪山。このベロリンマンも偽物あり。ちょっと敵の攻撃激しい。トミニアさん、ヤマラシュ任せろ。コラハレルと死ぬ。一人使っとくか。さあ、行くよ。当然マザンありきれない。当然マザン、あ、ねえ、当然マザン一発で捕まって、そのまま神羅万象山を食らえ。神羅万象山、ちょいとやりすぎちまったね。あ、すっきりした。行きます。今使った分をテザールをマックスにすることで、よし、行くよ。また次のためですか。常に2人ありゃ十分だろう。女性の鉄槌を、威力7。行くぞ。任せろ。この絵で貯めとこう。よし、切るんだ。一回一斉攻撃。あ、イエティが固まってじゃあ手はないぜ。ドクテルドクテル、そろそろ終わる。おお、固まった。ヘビーブースト。ほらほらほら、マジンギリたまるたまる。アイテムもドロップして欲しかったな。で、アリーナクリフト。行きます。行くぞ。デホマラ。任せろ。この先には。あ、ザラームの気配。ザラームの気配しかない。残るはやつだけ。残るはやつだけのようだね。感じるぞ。やつの邪悪な気配。オルネーゼを貯めながらで、私も感じるわ。これが最後の戦いになるのね。最後の戦いになるのか。あのさ、私から聞くのもなんだけど、
いつもみたいにたぎってこないの？もう言うまでもないだろ。さっきからずっとたぎりっぱなしだ。すごい鎖が。やはりか。まあ今は皆がお前と同様にたぎっているのだろうがな。そうね。さあ行きましょう。ザラームを倒しに。ザラームを倒しに。行きまーす。毒の沼地みたいになってる。よし、行くぜみんな。突入だ。突入。